ドジャースの大谷翔平、29が、違法賭博に関与していた元通訳。水原一平容疑者、39により多額の窃盗被害を受けていた事件。4月11日、日本時間4月12日、大家の口座からの送金額が1600万ドル以上、24億5000万円以上に及ぶとしてアメリカの捜査当局に訴追され、水原容疑者は翌日に司法当局へ出頭。 13日には保釈されており、罪状認否は5月9日が予定されている。長年の相棒から裏切りを受けた大谷だが、くしくも大家の水原離れはサクオフから進んでいた。写真、かつてファッションセンス最悪の選手と呼ばれたくすみカーキの T シャツ姿の大谷。他、ハワイで購入した25億円別荘の内装写真も。 水原容疑者はドジャースから解雇される前日、大谷含むチームメートらドジャース関係者に、ギャンブル依存症であると告白。また、大家と2人で話すタイミングでは、大家が私の借金を肩代わりしたということにしてくれないか、と懇願したが、大谷はそのような、口裏合わせを拒否したという。アメリカに来てから常に一緒にいた水原容疑者に関する騒動のショックは計り知れませんが、 大谷選手は捜査に全面的に協力しながら試合に出場する日々を送っています。大谷選手のメンタルの強さを称賛する報道が相次ぐ一方で、ファンの間では彼と2月に結婚したばかりのマミコさん、27の心境を心配する声が上がっています。スポーツ指揮者、イカドウ、マミコさんは元女子バスケットボール選手で、実業団チームの現役時代には、自身について、 前に出るのが苦手なタイプだと語っている。新婚早々、トラブルに巻き込まれ、メンタルに支障をきたしていたとしても無理はないが、マミコさんの大学時代の同級生は、彼女は逆境に強い、と語る。現役時代のマミコさんは、チームプレーに貢献する選手だったと言える。周りを支えるようなスタイルを武器として苦境を乗り越えてきた彼女は、 決してメンタルが弱いわけではなく、むしろ困難に向き合い続けてきた人だと思います。水原さんによる事件発覚後も、マミコさんは変わらずドジャースタジアムで大谷選手を観戦していると聞いています。開幕戦で水原さんの妻と一緒に観戦していたマミコさんも複雑な気持ちだと思いますが、大谷選手にとってはこれ以上ない理解者でしょう。